あのうん、とよりよりさんとか元小川さん元警察官の小川さんが話していたやつ嘘ではないんですけど多少ですね、えーまあ、真実じゃないというか、えー、部分がありますので、えー、それはですね一本動画にしていきたいんですよ。 ま簡単に言うと、ですね小倉美咲さんはあの場,場所でお亡くなりになったとして、そこにですね捜索隊が行く時の話をしてるわけでしょ、皆さん、よりよりさんとか、元警察官の人は、捜索ボランティアの人が今後、立ち入る時には、その所有物とかそういうのに気をつけてくださいねっていう話をしてるんですけど、であれば、えー、小倉美咲さんがその何らかの法律を犯したと言いたいわけでしょ。 それねまあ、言い換えると,ちょっとこれ、事件を茶化して言ってるわけじゃないです。その人たちがそういう発言を、ね、変なバイアスをかかって見てるから、だからそう,いうそういうのが抜けるんですよ。小倉美咲さんがあそこに行ったということが、何らかの違法行為にあたるということでしょ。だからそれは道迷いとかだったら、そういうのだったらあの違いますよって言い,言い始めるわけでしょ。そそうするとねそしたらじゃあ こういう簡単ですよ創作ボランティアの人があそこに行ってですね何らかのそういうい法的罰則を受けるその許可を取らないで行った人がですよ例えば、弥勒さんなんかねミロクさんなんなかが何らかの法的なこれから可能性ある可能性について言及してきますけどその弥勒さんがある法律によってあの裁かれると今後、ね、2回目、第2回目とかも計画しているようですからで行った時に、えー、そういう,ふうなものが。 ああるるとするのであれば簡単ですよ道迷いに道に迷いましたと言えば全部セーフになるからね。ね小倉美咲さんが大丈夫で、えー、他の捜索その場所に行く人がダメっていう根拠が成り立たなくなるから。 小倉美咲さんを道迷いだからしょうがないよねってって許すんだったら、もしくは、あの、犯罪によって、小倉美咲さんの意思でそこに行ったわけじゃなくて、連れてこられたっていうことでしょで連れてこられ連れて行きしてきた人たちをなんで裁かないんですかって話になるわ。犯人をなんで、これあれです。わかりやすいのは、椿沢園庭に今、イノシシの死骸とか、えー、やられたり、もしくはそれを、 取りに行くプリパルさんとか、えー、物欲に負ける、負け続ける男さんの映像とかはあるでしょあれ、園庭の上上っちゃってるでしょあれ、監修、刑法130条の監修する建造物に侵入してませんかって話、建造物侵入じゃございませんかって話なんですよね。自ら 自らなんつか物欲に負け続ける男さんなんて自らそのイノシシの不法投棄らしきものを撮影するときに園庭に登ってますからあれって大丈夫ですかっていう話ね道路じゃないですよね椿沢の林道じゃないですよね園庭の上に登ってますよねっていう話なんですよだからそういうのを政府と、えー、するんであれば 大倉美咲さんのことを探しに行きたいと少しでも多くその何ご遺族にその返してあげたいですとかもしくはジーパンや下着を探したいっていう人があそこの場所に行く、え。ー 可能性があるでしょ私は、えー、そういうことで行きませんけれども、異例登山とかでは行くかもしれませんが、そういうことで行きませんけど、行く人がいるかもしれないでしょ、そう,そういう人に対して、よりよりさんとか、えー、元警察官の小川さんが何らかのコメントを出すのは分かるんですけど、私も出しますからね、これから出しますけれども、あのー、所有物とかそういうのではないですよっていう話。 いやそれ言うんだったら、だからタンデムさんとか、物欲に負け続ける男さんとかが、園庭の上に登ってますねっ,つって捕まる可能性あるわけでしょ所有物でしょ園庭っていうのは誰かのね。えー、税金で作ってるってうんだったら、みんなの所有物なわけでしょだからまあそれは あのー、ちょっと、えー、ないよなっていう、ちょっと嘘ではないけど、正確性に変えてるなと、で私がです、ね、前、あの作りもんさんかなんかに、規制がかかる可能性がございますよっていう話と、えーあの、なんか動画の中で言ってたならば、これなんですよね、危ないから、危ないから、あの何らかの法律をに準じて、そこに規制がかかる可能性がありますよってこと、だから所有物とか許可とかのような話じゃないんですよ。 そもそも山の所有と所有いうのはほぼ無理、曖昧なんですよ。登山、例えばね、えっと、多分幻想、皆さん幻想を抱いてると思うんですけど、この山ね、この山の地主とかという話、みんなするでしょ。それ幻想ですよ。これ、ここの土地の所有者と、え、ー えー、がそもそもはっきりしないケースがめちゃくちゃありますよと。今の山ね、山。えー、もしくは所有者がはっきりしてても、登記簿上を全然変更しないでなくなってって、その後誰が引き継いでるかはわからない山、ワンサカありますよ。ここはちょっと比較的、えー 若いですけど例えばここのね椿沢林道の周辺とかなんてかなり古いですから40年どころじゃないと思います70年とかの70年80年とかの木があるわけですよその,その所有者死んでるでしょって話ねあこれ山の場合はもっと複雑なのはこの土地は例えば同志村のものだったとしてもですよその上物は植えたものねその植林した人っていうのはその上物にの所有権があるの。 でさらにですね、さらにもっと複雑なのは、その上物を、さそ所有者はそれなんだけど、管理室で施業している人は違うと、これ、3社が関わる、校舎ね、校舎分集造林地、これ、ここ、看板あったでしょ三崎さん、その看板見て登ったんじゃないかと思,思ってますけど、ここ、校舎分集造林地でしょこれってうのは3つなんですよ。土地の持ち主が、えー、と上物の持ち主、この木の持ち主が違いますよ。 そしてさらにその木を管理するためにここを道路を作ったりそういう人たち,のそういう人たちも違いますよって3社なの3つ3つえー言ってみれば分かりますここに道路を作業道を作る時に あの例えば、道志村の持ち主ち、あまあ、これ、横浜市の持ち主だったとして、横浜市にこれ、許可、作業度取るとき、いりますかって言ったら、そも,そもそもそこが森林計画書という計画書にのっとってやってれば、いらないのね、それね、いちいちね、言わなくても。 その専用車が勝手にできるので、そしてさらに森林計画書の中に、専用主はこれで、そこの山林の持ち主はこの人ですよって分かってたら、その持ち主とそれやり取りしてるから、だから作業道とか木伐採するときとか、そういういらないわいちいち一本一本ね、あれ、これ切っていいですかあなたの持ち主ですけど、これ切っていいですかとか、これやってられないじゃん、何千本もあるんだからね。ということは、そこがもし森林計画書の、えー 区域であれば、えー、林業をやる人が勝手に切るというわけよポンっていきなりねそしたらそこに人いたらやべえじゃん危ねえじゃんねだからそこはバッティングしないかどうかを確認しないといけない何とバッティングするかって言ったら例えばですここに国土地理院上のこの登山道になってるでしょおそらくですけどこの登山道の周辺ではその木の伐採のその計画書がだのエリアだったとしても あの村とかその、ね、この登山道を管理して、まあ、登山道自体が結構曖昧なんだ,だったりするんだけどね、管理者がね、おそらくここは道志村だと思いますけど、道志村がこの登山道を管理しているときに、許可を与えなければいいのその森林計画書にのっとって、ここ誰がやってるかっていうのは分かるから、その木を切る人たちに、ここね、登山道で一般人入ってくるかもしれないし、道迷いとかもあるかもしれないから、まあ、滅多なことじゃそういうことしないでくださいねって言えばいい話だよね、許可を与えなければいいの。 そもそもがね森林計画書が出てきたときにこのエリアね、そしてさらにですけど、この周辺の、えーえー、農作物とかに被害を及ぼしているイノシシワンサカいますから、えー、イノシシワンサカいますから、ここ,こ,こをその有害成就の,の,の地域に指定しますとかっていうんであれば、この森林計画書上のこのバッティングね、えー、例えばね、えー 鳥獣害を防止するための処置にを実施するべき森林の区域とかね、えー、その基準とか事故とかこういうものを計画書地域の森林計画書とこう照らし合わせていろいろ管理していかないと危ないじゃんだから鉄砲の弾飛んでくるわ、えー、木木は上から降ってくるわ木ってね数トン数トン何トンかになりますからあれまともに当たったらもう,もうほぼ即死のような感じですよ頭の骨折れるところが首が陥没するみたいな えー、首,首だけじゃなくてもう背,骨背骨ごと陥没するみたいなぐらいの圧力かかりますからねまともに、えー、当たるとねだから弥勒さんなんか勝手にこう立ちってその伐採根ね伐採根あるところを歩いてましたけどあれ危ねえなっていう話ねあの時に木切ってた人いたらどうすんのって話意外とチェンソーの音とかって聞こえなかったりしますよもしくは根がかりね 倒した時にあ、ね、かかり木かかってしまって、えー、あとその状態で斜めになってる状態、ね、で、それを、えー、フェリングレバーとか使ってこうやってこう倒すんですけど、その倒すときって落としないから、そもそもね。で、みんな退避してるわけね。林業従事者さん。退避してる時に魅力さんがこう入ってきたらそこバーンっていくわけですよ。即死ですよ。その循環にね。だから、 あの危ねえなっていうことで私はですね森林計画法とかもしくはその有害鳥獣を駆除するエリアとかってそういうのはそういう法律にのっとって村とかそこのねところが管理してますからだからそういった意味で規制がかかると思うのでそれ管理してるの村が分かりますからだから村の人がやるしかないんですよあれ規制かけるんだったらね第2捜,捜索が始まると思うので第2のね えー、小倉美咲さんの捜索始まるでしょここここにでえー、でそういう人たちは何でここに行ったんですかっつったら法,法的なあれを逃れるたびに、ね、こう登山登山してました慰霊登山してました間違いました迷いましたここに来ましただから小倉美咲さんと全く同じねこれ事故だったとしてね私はほぼ、えー、100%小倉美咲さんっていうのは遭難、うん、遭難、えー、低体温症死って思ってますからほぼね えー、だから、それと同じでなんでここにいたんですかと言ったらや、登山してたんですけど、異例登山してたんですけど、ちょっと間違ってここに来ちゃいましたって言えば、法的には全部クリアになるとてことでしょ。だから、そういった意味で、えー、配信している元警察官の小川さんとか、許可がなくとかね、えー、だから許可がなくって言ったら、例えば <laughs> 刑法130条のことを言いたいんでしょ。<laughs> えー、130条と132条です。えー 130条正当な理由がないのに人の住居もしくは人の監修する邸宅え建造物もしくは艦船に、えー、侵入しまたは要求を受けたのに関かかわらずこれらの場所から退去しなかったものは3年以下の懲役または10万以下の、えー 以下の罰金に処するででしょで監守っていうのはままぐるしく変わります例えば、えー、自分の家がある人が、えー、不動産登記場自分の名前載ってるけどその人が、えーね、仕事で不在中に奥様がその人の例えばね奥様が、えー、代わりにその家にいてそしてなんか訪問販売の人がピンポンって来てね、えー、あのこういうやつですけども、えー、どうですかこういう健康食品どうですかって言った時奥様が 帰ってくださいと、興味がないのにで帰ってくださいって言ったら、もうその時点で法的にはほぼ、えー、その奥様が所有権ないんだけど、看守として扱われるわけ。だから刑法上の帰ってくださいって言ったのに、その本問販売員がその敷地内に入っていて、立ち退かない場合は、もう刑法130条でやられちゃう可能性があるわけね。もしくは 132条、130度の罪の未遂は罰するだから、計画するだけで、えー、場合によってはやられる可能性があるのね。だから、あ,のあとはあれです、その家の中でも、例えば、その旦那さんが、えー、奥さんに対して、絶対ここには俺の持ち主で、絶対ね、まあ、そ,ういうことそういう夫婦いるのかわからないけど、この部屋には絶対入ってくれないだと。 お前いいか、絶対ここに入ってくんなっていう、そういう、なんていうかこう、ちょっとね、やばいやつが、やばい男がいたとするじゃないですか、そういうね、自分の、えー、妻をですね、そういうふうにな,なんかないがろ城に扱うような、そういうやばい妻が、あ夫がいたとして、で俺、ここは俺の建物なんだ、俺が持ってるんだと、えー、だからここに絶対入ってくるなってったところに入っていったならば、 その他エリアに関しては、えー、奥様は行ってもいいんだけど、うん、そ,のその瞬間そこに入ってったらそこの場所は監修する、えー、建造物のうちの部屋一室なんでだから刑法130条に値するかもしれないわけ。 これそういう判例がありますからだから普,通普段であれば普通に出入りできる人ねそ,のそこに監逆に言ったら監守として認められるような人でもその条件次第では監守じゃなくて逆に監視されている側の人っていうふうにされるケースがあるのね。 あの郵便局の話で前、私、動画作ったと思うんですけど、そういう、そういう判例がある。だから、刑法130条で、この山のことをいろいろ言うやつね、えー、許可が必要ですとかっていうのは、えー、のは無理、ほぼ無理。まず所有者がほぼ特定できないのと、えー、土地と上物と、えー、制御する一つのは分かれちゃってるから、それぞれでいろいろバッティングするから、法的にね。刑法130条でやるのはほぼ無理。じゃあ刑 経営犯,犯罪法上の例えばですけど人が住んでおらずかつ監視してない邸宅建造物または艦船、えー、のうちに正当な理由がなく潜んでいたもので経済犯,犯罪法でやれるかっつったら白い家とかのその脇のところにあって、り、まあ、白い家 の他に多分あの別措置で持ち主が白い位置は持ち主がはっきりしてるのか監修してる人がはっきりしてるんですけどあ,あったでしょ小倉美咲さんがいなくなった時にそういう持ち主がはっきりしないところとかにも立ち入って検査してるはずなんですよだからそういうところに誰かが潜んでいた場合にはこういう経済犯罪法でやられるかもしれないね 監修してない空き地とかに、空き家とかに誰かが住んじゃったら、この軽犯罪放送とかでやられるかもしれないね。監修してないことをいいことに、空き家であることをいいことに、あの潜んで生活してると、お金がないからっつって、そういうところに潜んで生活してるんであれば、それはあの刑,法刑,法刑,刑法130条じゃなくて、刑法130条じゃなくて、軽犯罪法とかでやられる可能性があるわけね。 だからまあ私からしてみればあのうんと道迷いの末にここにたどり着きましたつってそこに行くことは行くこと自体はやられない可能性があるけどそこで何かを掘ったりしたらもしくは山菜取ったりねもしくはそこに植えてある山菜を踏みつぶしたりそういうことすると今度は民法にかかってきます。民法のとかね 所有権所有、所有者は法令の制限内において自由にその所有物の使用、えー、収益及び処分をする権利を有するでしょ。えー、であの、あとは、えー、土地所有権の範囲、えー、第207条、土地の所有権は、えー、法令の制限内においてその土地の上限に及ぶでしょ。ただ、これっていうのは刑法上の ものじゃないですから民法ですからだからそこに立ち入った人にだから捜索してや,げやりたいというボランティアに対してそこの所有者ねおそらく文集造りになってると思うので、えー、村がやってくることはパほぼないと思うので。 後者ね、後者えー、林業、世業主が、えー、ね、勝手に入ってきて土掘ったよとかつって、民事的にそいつを訴えるかつ、 ちょっとと訴えなないいんんじゃないかと思うんですよね。もしやるとするならば森林計画法上をそこは森林区域なので危ないですから、えー、いや入らないでくださいって言ってるのに入ってきたから林業の世業の妨げになりますねっていうことで、えー、威力業務妨害みたいなそ威力なのかな業務妨害か業務妨害とかでなんかやるかもしれないけどね ね、商売上がったりですよってそこに人がいっぱい来たら木切れませんから商売上がったりですよとかってやるかもしれないけどだから所有,所有者の許可っていうのはそういう意味で必要だっていうふうに私は思ってるのね林業をやる人もしくはそこは有害鳥獣で鉄砲を撃つ人の許可っていうのは必要なわけですよ危ないからそもそもが危ないんですよ その入っていく人自体が危ないですしその人たちの,その業務の妨げになるということで許可が必要であって土地,土地とかそういうものに不法に侵入したというニュアンスが伝わってくるんですよ。そのねあのよりよりさんとか元警察官の小川さんとかね でそして、よ、えー、りよりさんは特にあのみ民法上の山菜取りとか NG ですよって言って山歳取りぐらいでしょっぴいたり民法上のやつでやる人今時いますかって話取り放題ですよ、うちらの方う。山菜取り取り放題ですよ。そもそも所有者がもう亡くなってるから、ほぼ死んじゃって、しかも投機もしてないからもう亡くなってるってことはもう昭和の。 え中、中盤ぐらいで、もう、東、東規模とかそういうのね、ちゃんと乗っけていない山ってかなりありますから、だからもう、山菜とかのは鳥ほどないなんですよ。まあ、この道志村はちょっとわからないですし、よりよりさんが住んでるところはちょっとわからないですけれども、 だから山菜、あのー、取ったからってってなんなんしょっぴかられるとかほぼないですよ、だからそれよりかは危ないですからおじいちゃん、おばあちゃんたち危ないですから山菜、えーあのー、取りに行くときは複数人でしかも携帯電話を持って届けて、まあ、だちゃんとここに行くよって言ってから行ってくださいねっていうね、えー、しかもクマとかいるからそういうクマ対策をした上で行ってくださいねっていうぐらいで。人の ねええー、戦友物に勝手に入って山菜取るなっていう人今時いないじゃない昔はあったかもしんないけど昔は結構あったかもしんないけどね人の山に勝手に入ってくるのはあったかもしんないけど今時はあんまりそもそも勝手に入ったって分かんないからだってその人たちだって山に入ってこないわけですから気づかないってそもそもねだから小川さんとかもだから法務局に行けば一発で分かるでその一発で分かる人が何勝手に人の土地に入ってきてって言うっていうことでしょ でそれは刑法上の130条か、刑犯罪法でやられるっていう話でしょ。私はやられないと思う。うん、それは知らないと思うか。過去の判例とか、そういう今の実態っていうのは、あまりつかよくつかんでないでおっしゃってるんじゃないかなって私は思うんですよね。だから村、村とかがやるべきなんですよ、これは。だって、登山道ありますから、ここにね。こう登山道ある。これまで制限かけれないでしょ、登山道まで。 で大村さんみんな、じゃあ、そういう制限かけたら、こういうふうに言うわけですよ。大村さんに行こうと思ってました。道迷いの結果、三崎さんとがお亡くなりになったと思われる場所ぐらいまで行っちゃいました。だから、ついでですから、あのなんか、探してきましたって言ったら、もう全部クリアされるじゃん。そ傷って感じね。だから、そういうので規制をかけるんじゃなくて、もしやるとするならば、例えばね、ここもう、針葉樹、バリバリ針葉樹じゃないですか。<laughs> ねえ。 ここの業者を特定して、その、制御している業者を特定して、こっからここに入るんであれば、木がぶっ倒れてくるかもしれないんで、そこは入らないでくださいねって、ここ全部、あの村の予算とかで、村、えー、議会議員とかが出して、補正予算組んで、ここにね、ロープとかなんか貼ればいいじゃん、人が入ってこない。で、そして看板立てて、もう、こっからここは、 あの木倒しますからあなたの頭に行きますよもしくはでここねここもし入ってほしくないんだったらここにイノシシがいっぱい出ますんでイノシシの,その,、えーそのえー、有害鳥獣に来てますから流れ領区ですからだから入らないでくださいねってやればいいじゃんここにね、うん、そこまでしますそして誰か鑑賞置いとけばいいよ鑑賞を1人山小屋作ってここら辺にあ入ってきた人に あのいや、ここは皆さんお気持ちは分かりますけど、そういう危ないですから、入ってこないでくださいって言えばいい話でしょ。だからそういう、そこまでしないと防げませんよっていう話、皆さんがこう行,きたい行きたいわけですよ、ここにね。だから、そこまでしますかって話。 だったら私、私がもし村長であれば、どうしの村長であれば、しょうがないでしょって、来たいっていうんだったら、じゃ安全にここまでえこね来させる手段を考えるよね。例えば、リンゴの専用車に対して、申し訳ないけどえこここ、ここの区域は、そうやって誰かが立ち入るかもしれないから、ここやらないでねって。その分、村からその分のえなんか補正予算を組んで、県からでもいいですよ。なんか、やりますよとかね。 でそして、さらにここ、ここに入ってきたイノシシは鉄砲を狙わないでね、むしろこの登山道があるからもう、もう寮区ではないと思うけどね、だってと登山道なんですよ、ここ。一般の子供とかが行くわけでしょ、ここ。大室さんに目指してねこっち。特にこっち側ちょっと死んでるかもしれないけど、こっち側の登山道生きてるわけでしょ。だから、大室さんとか目指して行くんであれば、 人が入ってきてるときに鉄砲バンバン撃っちゃダメでしょう。いくらね、有害鳥獣の、のなんか、期間中、キャンペーン期間中ですみたいな感じで、ガガンガンやった予算が組まれて、ガンガン有害鳥獣をです、ね、駆除してたとしても、登山道ですから、ここやめませんかという話なんですよね、そもそもね。危ないでしょって、まあ、こ,こっちもそうだけどね。 だから、それは、ここはいやいや禁止にして、えー、どうぞご自由に異例登山してくださいと、小倉美咲さんのね、えー、異例登山してくださいと、えー、そしてここまで、えー、逆に言ったらば、道作りますよと、ここ登山道作りますよとこう、ね、村議会議員かなんかが出して、ここ道作りますよと、道作るために今後の林業制限者にお金を支払いますよとかね。 でそしてここは領,領区じゃない。代わりにどっか違う安、ね、全な場所を呂区とするとかねで。道作るってことは、えー、人が入るからそもそも有害鳥獣ここ来なくなりますからね。頻繁に入るわけでしょ。そしてライトとかもつけちゃえばいいわけでしょ。そのね。 えー、モーションセンサー付きライトとかつけたら、獣が来たらライトとかフラッシュとか焚かれるわけでしょそしたら、少なくともここには有害鳥獣、いやいや、今、赤フラッシュやってたわけでしょ赤フラッシュやってたってことは、もうそもそもここに有害鳥獣いないから、多分ね。逃げちゃってるから。だから、ここに漁,漁師が入ってくること自体が、そもそもがナンセンスですよね。いないんだから <laughs>。だから、そういうことをして、もうもはやここを登山道を作るとかね。 私が村長だったらそういうこと考えますよ。だってばー,ーってわんさか来るわけでしょ。そして絶対にですけど、ここにあったイノシシのそういうやつの犯人は見つけますよ。ここにね、捨てているやつ、犯人。これ、それこそ130条じゃない人の、園庭ですよね。園庭、人の干渉するところに、建造物とかに許可なく入ってるわけでしょ。 いや許可与えてるんですかって、あのね、イノシシの残骸みたいなやつを、えー、入るために、ここに与えて、許可を与えてるんですかって、与えてないでしょ。だから、こ村がしっかりと、村とか分かんないけど、その園庭の管理してる人たちがしっかりと、この林道を管理すればいいだけの話で、すると、この椿沢オートキャンプ場も、これ、私費でやることできないわけですよ。椿沢オートキャンプ場ね。 いや逆に言ったら商売上がったりなわけですよ、そういうこ,こ,ここに人工的にっていうのがわからないけど、えーあれかあの、あれでしょ、なんかゴミ袋かなんかに入ってたということは、その勝手に死んだってわけじゃないでしょ、その野生長寿が。だから誰かが、えーえー、殺して、そして持ってきて、えー、いらない部分を捨てたっていうことでしょ。ということは、それに対して、 熊、えー、とかが寄ってくるかもしれないわけでしょ、でそれをその椿荘オートキャンプ場が、ね、なんで自分たちのお金を使ってこうこうそれを撤去しないといけないのかっていうふうになっちゃいますから、だからこの村とか横浜市なのか分かんないけど、そういうのぐるみでやらないといけない問題なわけでしょ、でそしてそれをやった不法投棄者は捕まえるべきですよねっていう話。で 捕まえて安全になりましたよ。で、この林道も安全に管理されましたよ。子供は絶対入ってい,い,いけない。この林道終点見失っちゃいますから、だから子供は入っていけないようにチェーンとかそういうのを貼りましたよ。安全になりましたよ。さあ皆さん、慰霊登山かなんかに来てください。えー、探,しに探しに来てくださいっていするけどね、逆にね。うん。 ここの安全になりましたよ宣言してねそして、えー、これですよ一番はずっと思ってきたのは防犯カメラとかつければここに来た人把握できるでしょって、ね、そもそもね。 ということは、そう、もし仮に事件性を信じてる人いっぱいいますからね、今。事件性を信じてる人いっぱいいて、そしてもし仮にその事件が本当だとするならば、少なくてもここで第二の犯行が行われる可能性は非常に少なくなりましたねって言えるわけよ。対策してるから。 事件か事故かわからない状態で、そのまま放置してきたのが、2年8ヶ月ぐらいそのまま放置してきたのが、我々大人たちなんです。だから私は小倉美咲さんのお姉さんに謝ったわけです。ごめんなさいと。すいませんでしたと。それを放置してきたんだから。で、私は言論の自由の範囲の中で、それを放置しているのはどうかということで、まあ、皮肉を込めてたっぷりえー遠回しに100本以上作ってきたわけね、動画を。 対策を打たれれば、そもそもが、第二の犯罪とかそういうのが起こり得ないわけ。てか、むしろもっと最初にやってたら、今、ね、事件性だなんだとか、どっかで白骨化させてばらまいてますよとか、そういう人をね、そういう JJ チャンネルさんのような人が湧いて出てこないわけ。JJ チャンネルさんのような人が湧いて出てこないわけですよ。節穴チャンネルのような人が、そもそもが湧いて出てくる理由は何ですかっったら、すぐさまそういう対策をしなかったからでしょ。 誰かっつったら政治家なんですよ、政治家。だからその政治家を憎いからっつって、ね、あの暴力でやれと言ってるわけじゃないです、これは煽ってるわけじゃないですよ。安倍のセイダーみたいに、えー、黒川敦彦でしか、黒川みたいに煽ってるわけじゃなくて、言論によってやりましょうよっていう話もしくは法的にの,のっとって大丈夫なそういう行動によってやりましょうよと。 で皆さんはおそらくですけど、えー、行きたいわけでしょ捜索しにだったら、えー、村とか、えー、そのね、えー、国とかは安全に行く方法を考えたらいいんじゃないさっきの言った通りに木切ってたら安全じゃないですよねこれ森林計画上ここ木切ってたら安全じゃないですよね迷ってねここに入ってきたら、えー、そね あの魅力さみたいにここ入ってってるねここバリバリやってますよと制御してる中入ってたら木当たって死ぬじゃんねそしてここえーイノシシの駆除とかやってたらその流れでが上がってええ死ぬじゃんだから普通だったら規制かかりますようなんだけど私がもし村長であればもう来たいという人がわんさかいるんだったら来たらいいじゃんそして安全にしたらいいじゃんそしたらここの椿荘とかねオートキャンプ場とかにぎわうわけですから。 ね、にわうわけで。だから、なかピンチはチャンス。JJ チャンネルさんがピンチはチャンスって言ってますけど、ま,まさしくピンチはチャンスで、考えようによっちゃいろいろできんのに、それ臭いものに蓋、ね、していこうとするわけで、本当に、ね、臭いものに蓋しきれてればいいわけです。ここに、ね、臭いものあるでしょ臭いもの。臭いものじゃない骨だけ拾ってったよね。警察官と、 えー、物欲に負け続ける男さん臭いものじゃないだけものだけ拾ってったから臭いものにふたすらしてないわけここ臭いものあるわけですってことは熊とか寄ってくるでしょやばいでしょはいちょっと長くなったんで終わります